こんにちは。普段音楽教室ピアノ講師の福田理恵です。今回はこちらの子供の歌ベスト10よりおもちゃのチャチャチャ、この曲を簡単伴奏で弾いてみましょう。では右手のメロディーです。ポイントを説明していきながら弾いてみます。初めの音はドですね。ドを1番の指で弾いていきます。その次に2番でミ、ここを開けてくださいね。ドドドミランランラレンレンレファソソソと、ドドドとかランランラ、同じ音が何度も続きます。連打がありますね。ドドミランランラレンレンレファソソソ、そういうところは弾きにくいです。今はゆっくりですから弾きやすいですけれども、速くなったりするとドドドミランランラ、ここのところですね、手首のところがですね、こう固まっていると弾きにくくなりますから、手首を柔らかく解放してあげてください。柔軟にドドドミランランラレンレンレファソソソと弾いてあげると弾きやすくなります。次です。ソソソランランララソシッと、お親指からです。ソソソランランララソというふうに、黒鍵のところが出てきますね。ソソソ2番です。ランラまた変えてきます。ラソシッとで、ソ5番に変えてきます。ソソバミミミバソソソソドウンウンファファレデデのファファミレレレレ、ちょっと、3番で弾きます。ファファミレレレレレラララソですね。次はラを2番、ランラシドトトシシシシラで、またさっきと一緒です。ソソソ親指ですね。ソシドドドドミランランラレレレファソソ親指です。ソソソランランララソシド通して弾いてみます。ドドドミランランラレレレファソソ親指、ソソソランランララソシド5番でソファミミミファソソソソド、次3番、ファファミレドドドミランララソ2番でラランラシドドドシシシシラ親指ソソソソランランララソシド、ドドドミランランラレレレファソソソ1番ソソソランランラソシド。次は左手の伴奏です。コードは4つ使います。1つ目は C です。ドミソ。2つ目は G7 です。 C ファで、3つ目は F です。ドファラ、そして Em なんですけれども、ミソシなんですが、指があまりにも上まで行ってしまうと難しくなってしまうので、ミソシのシを省いてミとソだけを弾きます。ですのでドミソシファソそしてドファラミとソという形で、なるべくこのホームポジションドミソに近いところで、移動できるように組み立てました。この曲はおもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ、サビの部分から始まるんですけれども、はじめは C です。タッ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 タで、そして次は G7 です。タッタッタッタラ、 G7 が3回です。タンタッタタンタンタンですね。でタッタラ
で最後はタンタンタン、これサビの部分になります。そしてここはドとミソというのをですね、こんな感じ、タタ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 、これを4回弾きます。1回、これで書かせてください。2回、3回、4回と。で、次 G7 も同じくシとファとソ、これですね。タタ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 ラタララと。で、ここから F が出てきます。ドファラ、タタタララタタ、ミとソですね、ミとソ。これは Em でした。タタタタラ、ラと。で、下のラに降ります。1オクターブ下のラ、ラと弾いてください。で、タタララタタラ、G7。で、タンタンタン。で、サビに行く。タタタタララタタ、タタタララタタ。通してちょっと弾いてみますね。タタタタタタタ、 G7 3つ、タタララタタラタタタ、タタララタタララタタタラ、ラタタ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 ラララ、ドファラ、タタタラミトソ、タタタタラドラ、タタララタタラ、 G7 G7C、はい、タタタララタタ、タタタララタタ、タタララタタララタタ。では全体を通し弾きしてみます。いかがでしたか？おもちゃのチャ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 という風についているんですけれども、ただのこのチャチャチャという音ではなくて、ダンスの呼び方でチャチャチャというのがあります。あまりこのチャチャチャはですね、ゆっくりした曲ではなくて、とても軽やかなダンスの曲なので、本当はもう少し早くできるといいかなと思います。あとですね、最後のところですね、そうそうだ、最後はソ、シ、ドという風に終わりがちょっとこの曲違うんですね。チャッチャッチャっていうのは3番までで、4番のところはチャチャチャ、おもちゃのチャ、んチャ、んチャと弾いてグリッサンドっていうのをしますね。上のドからスタートしてですね、こういう風にグリッサンド、音を滑らせて下までドッと弾くんですけれども、グリッサンドというものを、取り入れていただければ、最後は華やかに終われると思いますので、ぜひ使ってみていただきたいと思います。あれ、最後になりましたが、チャンネル登録してね。じゃあねー。